始まりました2時間目でございますけども、はいね、引き続きゲストは、いるエルハさん今イルハさんって言おうとしたちょっと間違えそうだ
はちょっとすいませんすいません、エルハさんですね。いろんな名前が生まれていく、ね、エガバさんじゃないですからねちょっとずつ変わってちょっとずつ、ね、はい、今お聴きいただいた曲、あれタイトルなんていうんですか。ケージと申します。ケージ、はい、おー、なんかすごいですよね、プロレスの中でもリングの中で歌ってて、うん、暴れ回ってますね、うん、そう、暴れ散らかしてしまうんですよね、うん、うんうん、なかなかプロレスのリングで歌う経験なんてできないでしょうね。そう、まあなかなかないですよね、うん、すごいな、まあね、ありがたいことに。うん、なんかイメージがさっき暴れ回ってるエルハさんと今ここにいるエルハさん本当に同じ？あ、全然ね。同じ格かもしれない。いやでもあのプロレスは好きなんですか？いや怖い。痛そう。でもステージに上がったら、うん、あんだけ暴れ回るんだったら、うん、急変しそうですよね。ハンドルを持つ人が変わったりなんかステージ上がった時だけなんかなんか上がる前はハドモーってなってうらーでもそんな感じかも、うん、はい、運転はちゃんとします。でもあ、運転はちゃんと運転は安全運転でねちゃんと止まれば一時停止しますまあ、ちゃんと常識があるというか。なんか、レア君がなんか今日、何その落ち着いたコメンテーターみたいな雰囲気。1時間目であんなにもう、2人がわけわかんなくなっちゃってたんで、もう。いやいや、全然わかるでしょ。だってあれだよ、エルハさんの職業聞いた？え、なんすか？職業、天才やらせていただいて。ほらー天才。やっぱりそうじゃないかなと思ったんですよ僕、うんうん、1時間目で、ね、もしかしたらこの人天才なんじゃないかなと。やっぱりそうやんやっぱりそうやん合ってた合ってた多分みんなみんなやった。あ、そうか、エルハさんやっぱりそうかってなる。茶の間の皆さんなってます。お茶飲みながら、あ、やっぱりそうだったんだ。そう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 。目玉くんは職業なは目。あ、そうそうそう、僕は目玉、職業目玉。職業目玉。そう、見つめられました。皆さん目玉なだけに。あのエルハさんあんまり見ると本当に吸い取られるんですか。吸い取られるって言い方おかしい。何その命吸い取られるみたいな言い方。命吸い取られるんで本当に魂が。エルハさんはスピリチュアルなでもあるから。ルシファーだから。ルシファー。あらぁ。あぁ。レア君犬だからケルベロス。ケルベロス。首生やして、三つ。目玉くんなんだ？目玉だよ。気持ち悪いや、なんか一人だけ目。レア君かっこいい、ルシファーでめっちゃかっこいい。なんで目玉？一人だけなんか気持ち悪い妖怪みたいなの。もうちょっとかっこいいのにして。なんかゴッドアイとかさ、そういうさ。いや何言ってるの。ね、もう今でも本当すごいあの表現だったのでちょっとびっくりしましたけど。でもなんかその、うん、さらにまあこれから多分出てくる画像で、うん、もっとすごいなと思ったのは、うん、そのお酒を飲んでなんかそのプロレスのリングの中の画像が出てましたけど、うん、歌ったんですかね。はい、それこそさっさっきの、うん、そうです。これは、うん、テキーラを。テキーラ。テキーラ。すごい。なんですかこれ、シュって。グラスを持って、あ、これパリピ持ちって。ここに。で、あのそんなに入れられると思わなかったんですけど、なみなみ入れられて、うん、おお。と思って、うん、カッてやってそのまま歌いました。強いんですか。じゃあ人並み程度じゃないですか。テキーラって人並み程度の人飲めるの。レイヤ君飲めますよ。飲めます。だからそんなボトルいっぱいガーっていかなければショットだったら全然大丈夫。目玉くんも絶対大丈夫です。でも度数って150とかあるんじゃないの。テキーラいやいやいや40前後。いやこの日、うん、あの打ち上げがあって、うん、なんか1本ぐらい飲んだらしい。1本テキーラ飲むって、
私も無理だと思ってます。やったらでも飲んだんですよね。いやすごいな。どれぐらい飲んだのってプロデューサーに聞いたら、うん、そんぐらい飲んだんじゃない、いやと思って。いやでもなんかその飲んでる最中、はい、やっぱプロデューサーのね方もずっとやっぱ待ちわびっちゃいますよね。そうですよね。いやなんかあ腕を上げたね。ねいつまで飲んでんだろうってなんか待ちわびちゃうなと思って。ちょっとじゃあこの後のエルハさんのお話も皆さん待ちわびていただいて、はい、僕の待ちわびでをぜひ聞いてください。寂しい夜、お揃いのグラス眺めている、あなたいつものところね、今夜も来ないのね。飲みすぎるお酒、悲しさを紛らわすためね。こぼれる涙が悔しい。思い出の指は回しては酔い待ち草も枯れ果て、飲みすぎたお酒。あなたは疲れ慰めなのよ。エルハさんのお話を聞くことを待ちわびました。
でもこの歌もお酒の歌ですよね。女性のね、まあちょっとこう心情をテーマにしたお酒もちなんだ、まあ、季節はね、うん、ちょっと寒い季節ですけど、うん、ありがとうございます。なんか言いたそうだね。いやいや、なんか目玉くんってお酒弱い割には酒の歌いっぱいあるさ、誤解しないでほしいんですけど好きなんですよ、弱いだけ。エルアさん、うん、きっと強くなれる、うん、なれる。本当ですか。エルアさん練習しないとやっぱ練習エルアさんみたいに飲んだら僕死んじゃう多分。2日酔いどころが1ヶ月酔いぐらいになりそう本当死なないですきっと。でも聞いてみたい、うん、もうきね、酔ったら酔った姿って、その今ステージでこんなテンション上がってるじゃないですか、うん、酔っちゃったらどんななっちゃうんですか。エルアさん2段階あります。2段階おギアが1段階はなんか一人でスーパー楽しくなっちゃう、うん、何それ、うん、あ、はいはい、テンション上がるわけね。も何もなくても一人で笑ってます。笑い上手になるね、1段階、いい段階ですね。いい段階ですよ、ね、え、2段階はテレビ大丈夫ですか。うん、大丈夫です、全然大丈夫です。吐きますそこまでの飲んじゃうってことね。あら、はい、あら、ちゃったらもうでもそこまで飲み切るってすごいね。まあ確かにそうです ね。僕もでも若い頃はもうしょっちゅう遭難したけど、うん、でも本当やっぱ最近は分かるようになってきたんで、うん、自分がどれだけ飲んだら気持ち悪くなるかっていうのは分かってきたんで、あのもうそういうのはしないようにはなるべくはしてるんですけどね。気づいたら出ちゃうんです。うん、気づいたら出ちゃ う。もう飲んでる段階からもう来てるじゃないですか。ここまで喉まで楽しくて、うん、あ、まだ大丈夫だなと思って、うん、その時大丈夫なんですけど、うん、こう急にあって後から来るからね、お酒ってね。そっか、まあでもそんなね、うん、戻しちゃうエロハさんも愛してほしいじゃないですか。やっぱファンの皆さんが応援、そういう、まあそう、それもね、うん、可愛いと思ってもらえる。そう、いや、このそう。でも出す前に周りが出す前に周りがもうちょっとね。ね。こうな止めて止めて、周りの人たち、エロハさん楽しくなっちゃってるから。もうそれも大事。あの目玉くんでもあれですよ、うん、何一応お昼時っすからねこれちょっと待って、でもそんなエルハさんもすごいじゃない、お昼時にそういう話をしてくれたんだから、ね、僕はやっぱさすが天才肌。あ、天才、もう天才じゃないとできない、うん、エルハさんすごい、ちゃんと断りを入れたから怒られない、あとで多分大丈夫ね。怒らないであげて、お願いだから、もう素敵だからエロハさんね。怒んないでと怒り返す。怒り返、あ、強いんだね。ね、味方ですからね。味方だからどういうこと？味方だから強いって。いやいや、まあまあまあ、でも次のね、うん、曲行きたいと思うんですけど、うん、でも今日本当ね、本当午後から雨が降り出すそうなんですよ、うん、だから本当にね、あの外にいる方お気をつけてくださいね、うん、ということで、え、三好英治さんの雨をカバーさせていただきました。ご覧ください。雨に濡れながら佇む人がいる、傘の花が咲く土曜の昼下がり、約束した時間だけが体をすり抜ける、道行く人は誰一人も見向きをしない、いつの日も捧げるものだから、じっと耐えるのが務めと信じてる。
カバーさせていただきました。ネブンが歌ったから雨降りそうだよ。いや降るんですよ。ここでコメントをちょっといただいてます、イベントハウスメロディのマスター前頭三枚目さんからですねコメント来てます。ちょっとお待ちください。はい、お疲れ様です、エルハさん楽しんでますか。目玉くんは妖怪だぞ。乗ってからということです。あとちぎりん2枚目ありがとうございます。今日のゲストさんは声から判断して女性でしょう。かなり派手な衣装でボクシングやプロレスのリング上でパフォーマンスを展開する秋田生まれの異色な歌手の方のようですね、いちごちゃんもっともっとメールで応援よろしくです。ちぎりんからも来ました。要請がここにね、ちぎりんありがとうございます。調べていただいてね、秋田生まれなんですか。うん、そうです、秋田です。うん、秋田のどの辺なんですか。横手市と能代のハーフの秋田市民です。はい、秋田市の駅前にある、うん、はい、あのラーメン屋さん何でしたっけ、あの黄色い看板のあれですか、なんだっけ。いやめちゃめちゃ僕あの東北一周したことがあったんですよ、あの大学時に、はいはい、でその時にその秋田の駅前 の、うん、そのラーメン屋さんが適当に入ったんですけど、うん、結構なんか人気のお店でめちゃめちゃ美味しくて、裏のあこれ、あそれです、末広、忘れらんないんですよこれが。結構並んでるイメージが。これ食べたことあります。並んでるからないです。いやめっちゃうまいですよ本当に、みんな言いますよね、はい、もう秋田行ったらもう絶対これ食べた方がいいですよ本当に。あら並びますよね、はい、並ぶのか。いや本当に美味しかったですよこれ。もう、そんなこと言ったらお腹空いてくるよ。ちょっとさっきからなりそう。でもなんかね、しかもその、うん、まあ、秋田があれだろうかわかんないですけど、あの、うん、お酒のアンバサダーもやられてるっていうことなんですけど、はい、お聞きしたんですけども、はい、はい、さっきちらりとあれしたんですけど、うん、それ奥山商店さん横手のところのお店かな、うんうん、はい、の井田増しというお酒のアンバサダーをやらせていただいておりまして、うん、あれは私さっきもちらっとお話ししたんですけど、日本酒あんまり得意じゃないんですけど、はい、井田増しはすごく本当に日本酒が得意じゃなくても、うん、本当に美味しい、さらりと飲める、飲んでさらりと飲んでしまう。辛甘口なん、辛口なんですか、どわかりません。あ、わかった。本当に日本酒がわからないので甘い辛いがわかんないんですけど、うん、でもなんかテーマソングをこうさ、うん、なんかやられてた、どういう、はい、秋田いざたんっていう、 こうコミュニティみたいなのがあって、うん、それが秋田のローカルのテレビ局でテレビやってるののオープニングを歌わせていただいて、うん、はい、テレビ局のでこう、はい、あすごいですね。そうですね、一度そこでも歌わせていただいて、なんかそれ、はい、そういうのをちょっと聞くには YouTube で検索せよ出るとかはできないんですか。あ、 YouTube でも出ますし、出るんですか。はい、 iTunes とかでも出て、うん、と海外でオリコンにもチャートインさせていただいて、タイトルなんて検索すれば出るんですか。星つなぎの夜、あ、先ほどの歌がテーマソングになってた。先ほどの歌がテーマソングです。素晴らしい、はい、素晴らしい、そうだったんですね。ありがたいことに、うん、星つなぎの夜に、はい、皆さんちょっとあのこの回ではねちょっとわからない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっと検索してほしいですね。そうですね、まあ、また今度後で流れると思いますけど、うん、はい、っていうことなんですけどね、はい、まあ、次の曲はですね、うん、昨日の北田恵美さんと歌仲間ライブということで、イベントやってきたんですけど、北田恵美さんの海の男、海浜と書いて海の男、ご覧ください。どうぞ。Oh,
い、北田恵美さんで海の男でした。真っ赤なドレスでね、真っ赤なドレスで、うん、いやもう昨日もすごく講演会の方がいっぱい来て、うん、もうエミちゃんって、ね、しかもレイヤーって言ってくれてすごい嬉しかったですねいいね、盛り上がったんだね。はい、エラーさん、こう演歌とか聞かれたりはしますか？少し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 、うん、どういう歌を？どういう少し、うん、どう、はい、聞くのは結構こうなんか有名なのとか聞くんですけど、うん、歌うの好きなのが森まさ子さんの小柊人とか、うん、歌うのが好きです、うん、へえ、なんかギャップない？確かにギャップありますね。めちゃめちゃギャップあるよね、うん、やばいね。これで歌う、でも逆を言えば僕も全然ビジュアル系の歌とか歌いますよ、普通のカラオケだったら。営業ではやんないですけど、うんうん、あ、そうなんだね。好きです。いつかちょっとコラボ実現するんじゃないですか？何好きですか？一緒に。僕はでも一番好きだったのはアシッドブラックチェリーですかね。わー、うん、いいですね。あら、やっぱし知ってるんですね。知らない？僕わかんない。わかんない。目玉くん普段何やってんですか？目玉くんは普段目玉磨いてますよ。音楽は聞かないですか？音楽、音楽聞きますよ。昔の歌とかクラシックっていう、クラシック、クラシック。眠くなっちゃいそうだけど、ショパン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 、昔昔でね、どんな会話やって。エルワさんのこともっと教えてくださいよ、ちょっと。なんでそんななんかくどい、なんかほらレイヤーがそんなこと言うから、いつもねえ、聞きにくいでしょ、この言ったらエルワさんのこと。逆に、なんかね、聞いてください。ね、ほら。答えられるかは分かんないけど、何でも。何でもいいんですか？何でもいいんですか？何でもいいって言われると、なんかね。なんかね。ねえ。あら、なんか、二人ともただのおじさんだ。あら、え、さっきね、こう、酔った時も聞いたけど、うん、え、普通に、さっき、こう、ちょっとちらっと、前半、はいはい、お聞きしそびれたんですけど、うん、あの、もともとその学生時代は、はい、こう美術を、ああ、そうですね、美術系の学校に行きました。学校に行かれてた、うん、そうです。その美術のことについても結構知りたいんですけど、はい、そのどういう、美術もいわばアーティストじゃないですか、うんうんうん、どういう風な感じでやられる？そうですね、私でも絵描くのは普通に好きで、うん、あとは金属工芸とか木工とか、うん、あと、うん、あのインテリアデザインのやつとか、うん、結構すごいなんか真面目な美術、美術という美術なんですかね。あ、やっぱり表現ですよね。物を今度は作る表現というか、服も作ったりしてました。へー。あ、そう、ベルバラの服をコスプレで作りました。オフ会。あの宝塚のね、アニメのみたいな。宝塚のアニメ。ベルサイユのバラのことでしょうね。もともとアニメじゃないですか。漫画とかアニメじゃないですかね。すごい。あ、本当に作る側なんだ。でも結構作るのが好きなんだと思います、私は。え、これじゃあ、こうチェーンとかも作、うん、これも作られたんですか？これは買いました。これは買ったんですね。Tシャツ気になりますよね。なんて書いてるんですか？ね、大丈夫で囲まれた。なんかそれおまじないみたいな。ね、嘘。そう、多分これメンヘラっぽい感じ。確かにメンヘラなんだなと思います。なんちゅう失礼なこと。大丈夫っていうのの中にそれが嘘みたいな。なんかこうちょっと深いですね、この T シャツ。そう、でもいい感じの。すごくおしゃれだから、こう T シャツ一つにしてもやっぱこういろんな、もしかしたらイメージがある、うん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 、そうですね、それこそさっきのジリスさんとかみたいな、うん、モード系みたいなのが結構ずっと好きですかね。あ、確かに着てそうですね。うん、うん、
やっぱりそうね、さっきの墓石の話に戻っちゃうんですけど、うん、こう作りたいって言ってたじゃないですか。やっぱりそのやっぱ出てるわけですね。そのアーティストの作りたいっていう気持ちは強いっていうのはやっぱいいと思いますよ。いいことですね。何でも作りたい、作れるものは全部作ろうと思って。じゃあレイヤ君を新たに作り上げるとすれば、うん、どんなレイヤ君に作ります？え、何するの？なんかレイヤ君をちょっとあの 粘土じゃないけど錬金術ですか？錬金術。レイヤ君、例えば今からちょっとアーティストでちょっと違うレイヤ君に表現をこうするとすればどんなレイヤ君になるでしょう？なんかアルフォンス・エルリックみたいな。おお、なんですかそれ。あれも知らないの？鋼の錬金術師。ああ、全くすいません、もう全く分かんなくても。じゃあテニスをやるとか。王子様。テニス。スキーはやるんですけどね、レア君は。テニスのおじ様。かっこいいじゃん、テニスのおじ様。テニスのおじ様ってそこら辺にいるおじ様じゃないですか。いっぱいいますよ、日本人人間は。今出ましたね、錬金術のレイヤ君とテニスのおじ様のレイヤ君と、ね、ジャソー、うん、野草。野草、おお、草。ジャソー。お、ジャソーか。ジャソーってなんですか？女装。あ、女装、うん。いや、女装は無理ですよ。ビジュアル系。ビジュアル系、あ、でもやってみたいっちゃやってみたいですよね。やりましょう。おお。やってみたいっちゃやってみたいですよ。夢の、やってみたいんだね。夢のコラボだ。やってみたい。だって、そういう声出るし、高音も。確かに、めちゃめちゃ高いんですよ。うん、じゃあ、ビジュアル系の装いでアシッド、うん、みたいな。あ、いいっすね。さすがエルハさん、ありがとうね。作ってくれて、なんか無茶ぶりなんですけど、もうこんもう本当答えてくださって、さすが。本当にね、もう何言ってんだろうと思って。聞く人は何を聞かされてるんだと思ってるか。これもでも爪も自分でこれやってるんですよ。あ、そうなんですか。あ、じゃあちょっとアップしてもらえないですかね、こう。あら、作るの好きでこれも。すごい。どこがカメラですか？あ、上です。あ、そうです。あ、でもこのままでも映ってるか。そうですね、映ってる感じです。へー、キラッキラしてね、すごい素敵な。でも作ったっていうか、自分で、自分でやる。そう、やりたくて。あれ、なんて言ったっけ、それのネイル、うん、ネイル、ジルネイル、自分ネイル、自分ネイル、うん、自分ネイル自分で作るか、自分ネイル、ジル、ジェルジェルジェル。あの、2人ともおっさんでごめんね、すいません、皆さんごめんね、一人だけ。面白い、面白い、面白い。よかった。全くそういうのには疎い我々ですので。さっきプロデューサーの周りに話が続きたい。さっきね、皆さん女装って言ったのに野草とか茶草とかなんかわけのない草草になってね、なんか草か毒なのかよくわからんけど、ごめんね、ありがとうね。面白い、面白い、よかった。いやすごいね。でも、あの、作り、さっきのこう、あの、最初流れた、はい、あの、こう PV でもエルアさんが自分でこうちょっとこう編集もされたって。作りました、ね、すごいですよね。いや、だからあれ見て本当は、うん、僕もまだまだだなと思いましたもん、うん、僕も作成、ミュージックビデオ作成何個かし、うん、ね、お仕事でやりましたけど、でも、うん、あ、全然違うなと思って、うん、いや、でも結婚式の動画を昔仕事でやってたんで、うん、その名残だと思います、うん、全然当時から比べたら全然なんで。こうプレイヤーで、レイヤ君もそうですけど、エラさん、あの、プレイヤーでありながら、うん、こう自分でこう自分をこうプロデュースできる、その、あの、知識も、うん、そのあるっていう意味では、なんか将来的に今プレイヤーでやってるけど、もしかしたら2人ともそういうプロデューサー的な感じにも、もしかしたら年をこう重ねてよ、うん、こうなったらなる可能性もあるかもしれないですね。私はできないですね。できないですか？はっきり言いますね。目玉くんはじゃあ年取ったら何なんですか？僕目が支配。あ、そう、あのね、どんどんなんか大きくなって、最近ちょっと日によって大きくなるから、最終的にはもう目玉になるんじゃないかなって。1個ですか？2個ですか？1個。
一個で、うん、一個だけ。一つは消滅。そう、一つはなくなって吸収されて、あの一つの目玉になるっていうのが。黒目も。はい。ということで、つかなくなりましたので、CM ご覧いただければと思います。株式会社 SK イベントハウスメロディ伊豆の総裁です。どうぞ。伊豆の総裁は松戸市、柏市、東葛エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーニング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、CM が流れてる最中もですね、2人は目玉人間とかその目玉がどうなるのかとか、ずっと永遠と思って、だって、僕はどうしたらいいのか、だってエルガーさんが聞くんだもん。気になっちゃう。気になっちゃう。ありがとうございます。もうね、もうありがとうございます。嬉しいです。いやもう2時間ももう後半になってきましたけど、うん、早い、あっという間ですね。あっという間ですね。うん、まだまだこうエルガーさんにはね。はい。ちょっと、まあ、まあ2時間ありますからね。ゆっくりゆっくり。うん、ゆっくりゆっくりね。まあでもさっきの。あのそのほら、うん、あの新松戸でやる時のなんかその、はい、なんていうんですか、女装っていうか、うん、女装さっきのいよいよコスプレの画像ちょっと見たいです。うわーすごーい、ね、かわいいですね。エラーさん、はい、エラーです。これは猫ちゃん、猫ちゃん風、うん、すごい、全然なんかさっきの男装の感じとまたガラッと変わりまして、うん、今度可愛らしい感じになってて、ね、一応これ結構、うん、なかなか私的に熱いコンセプトがあって、はい、こうなんか今こうジェンダー的なものが流行ってるじゃないですか、うん、はい、だからあえて別に女っていう風にしてなくて、うん、ピンクであることと猫耳、うん、スカートってことで、うん、それを、はい、じゃあ受け取る人は女なのかとか、うん、そういう受け取り側に問うような気持ちというか意味を持って、うん、この子を作った感じで、うん、ただ、うん、その本当にこうなんていうんですかね、うん、ただこう来て表現するだけじゃなくて、うん、今説明があることでなんか 深みというかね感じる部分が、ね、素晴らしい、やっぱり表現なんですね。そうですね、うん、これも多分それこそ制作っていうか作ることで、うん、スカートって女ってイメージあるけど、うん、でもこの
キャラクターは女とは確実公言してないので、うん、スカートであることで、うん、本当に女なのかとか、うん、そうピンクって女の子っぽいイメージだけど、うん、それってじゃあピンクだけどそれは女なのかとか猫耳っていうので、うん、じゃあ最終的にその猫耳ってことは、うん、じゃあその男とか女とか今流行ってるけど、うん、それは適用されるのか、うん、猫にはその男、うん、女っていう、 こう空格というか区分けが適用されるのかっていうのを結構詰め込んだキャラクターで、はい、なので見る側がこうちょっと捉えていただくような感じ、そうそうだからあえて名前もつけてなくて、うん、名前つけてないんだって。レア君つけるとしたら なんでつけたいですか。レア君目玉体で今表現した反応を言葉だけでもうちょっと体で表現します。ヘラさんごめんね、よくわかんなくていいと思いますそういうの好き、そういうの好き、ちょっとよくわかんない、よくわかんねえ、よくわかんないことさせるんですよあーほら目玉ビーム、これはもうこれは一体何でやるの。いや街を破壊してるんですよ目玉ビームで立ち向かう勇者がいるんですよ勇者を攻撃する悪い人ってことです。あのね、世の中、うん、やっぱりこう悪だけどもしかしたら素敵な悪もいるかもしれない。バイキンマンみたいな、バイキンマンみたいな、うん、いいやつだけどもしかしたら悪いやつもいるかもしれない、うん、そんな中で平等を表現するためにレア君が作ってくれたんですよ。でも町破壊しちゃって半分何言ってるかそこはちょっと多めに見てもいやでも本当にあのさっきのねこう、うん、あの姿びっくりしまして、うん、ねえ、ま、自分ではこう、ま、よくわからないように設定してるって言うんですけど、うん、さっきはすごいイケメンで、うん、ほんで今度は本当にやっぱこっちから見ると捉え方は自由ですから、うんうん、すごく可愛らしい女性になってて、うん、あのすごい素敵でした。どうもありがとうございます。ねこう皆さんかなっちゃった大丈夫エルアさんのイベントに来ていただければ、うんそうですね、ああいう姿も、そうですね、あれは4月の、はい、21日です、うん、エマージェンザの翌日、あ、翌日が新松戸の駅前ですか、はい、新松戸の場所が今回から変わって、はい、南公園なんか今なんか聞こえましたね新松戸の駅のから、どっちに出るんですかね、南公園、新松戸の駅からタクシーで南公園って言うと着きます、はい、うん、あとは皆さんで検索していただいて、もうエラさんの SNS でちょっと確認していただけると、ね、うんうん、歌います、あれで、あらへへ、それで何を歌わ、あ、それはお楽しみ、プロデューサーが決めます。あら楽しみですね、分かんないけど、うん、あれやくん、はい、もう早いね、あと3分でなりましたね。ねあと3分になりました。告知カップラーメンができちゃう、はい、あ、告知ってあと、あ、告知、あ、でもあのエルハさんの告知、カップラーメンができちゃうね今エルハさんの告知再度あのできたらと思いますけど、はいはい、はい、出てきますでしょうか、はい、はい、あ、こちらですね、はい、奥山商店さんのいだましですね、うん、今新しいパッケージの新しい新種ができております、はい、品川の方かなにある秋田美細館というところで、購入できます、うん、はい、うーん、あまりいっぱい数がないそうなのでなるべく早めに皆さん行ってみてください。とっても美味しいです。はい、そしてこちらですね、ジリス、私が、タイアップさせていただいている、モード系の感じのかなブランドです。私服とかにもいいし、ちょっとなんだろうな、ちょっとおしゃれ
なところに行く時も結構使えたりもするので、うん、いっぱい着回しもできます。ぜひぜひこちらジリスさんインスタグラムを主にやっております。ぜひぜひ拝見してくださると嬉しいです。お願いします。はいはい。そしてエマージェンザジャパン、うん、こちらですね、先日予選を通過いたしまして次準決勝になります。4月20日準決勝になります。優勝でドイツの屋外野外フェスに、出演できるライブコンテストになっております。お客様の挙手、はい、現場の挙手とオンライン投票の合計が1位になったら、うん、優勝決勝に行けます。4月20日、渋谷エッグマンもしくは、ミューディアという配信サイトで投票ができます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ドイツ行けたらみんなにソーセージ買ってきます。おーいいですね本場のソーセージ、ね、はいはい楽しみでございます。世界にちょっと羽ばたいてほしいですね。そうですね、日本飛び越えて、うん、海外はやっぱコスプレとかアニメとか、うん、もう本当にすごい、うん、あの、ね、人気が、ね、そうですね、浸透してますからね、うん、あら早い時間があっという間でございます。セレア君、はい、ね、あっという間ですけどまだでも3時間と4時間目もありますんで、うん、あと2時間たっぷりまだまだ聞けない聞いてない話いっぱいありますからね、うん、なんか逆に今度は、うん、モデル時代の、まあ、モデル時代というかモデルの時とかの話も次の回は聞けたら嬉しいです。はい、わっ、わっ、ま、なんかまたそうやってやらしい目で見てこんなこと言うんですよ。いいと思う。いいと思った。エルアさん、レイヤ君、きっとさっきの猫ちゃんのエルアさんを持って帰りたいと思ったと思いますよ。連れて帰りたいと言え。違う。ほら、そうやって人のあれにして言ってるけど、本当は自分がそう思ったんです。ないその時冷静になった。すっごい冷静。はい、あの、はい、じゃあ。でも検証取ったらなんか。子供みたいな顔してるんで。あらあ、まあそれはね、うん、良さですから、ね、見せないようにしてあのキャラクターを守っていただけたら逆に見てみたいですけどね。あ、またそうやってもう終わるかなあれ。次も見てね、次の回も、はい、ということで、しのぶのメロディありがとうございました。来月また見てください。イエーイ、ありがとうございました。